しい。お前らほんと子供みたいだな。5歳児とか相手にしてるみたい。本当に。声盤なんか食らわないよ。だからするって言ってるよ。さっさとやれよ。遅いんだよ。な、やるって言ったらすぐやるんだよ。そんなものは。するって言ってんだろうだね。やれよ、さっさと。出来もしねえくせに。したって何の成果も出ねえくせによ。アホか。貧乏人どもが。な、貧乏人どもが俺からな、金稼いで悔しいんだろ。バカども。一生労働8時間やって金稼いでろよ、ボケ。一生懸命やりたくもねえ仕事やっとけよ。そんで不満たらたら述べてろ。アホが。だいたいいい大人がな、金がある人間が喧嘩も弱いとか言ってる時点でたかが知れるんだよ。な、金持ち喧嘩せずって言うだろ、お前。あ、いらっしゃい。お前金ねえんだよ、バカ。どうせね、お前、自分のね、お母さんからね、小銭もらって生活してるぐらいだろ、バカ。生ぽ家族が。生ぽ家族で、お母さんからね、その生活保護の金から、ね、小遣いもらってパチンコ行ってんだろ、どうせ。アホ。バカすぎな。やっぱコメントあげるのちょろいな。すぐ聞いちゃうんだな。底辺だと思ってる俺に馬鹿にされると、な。底辺レベルはそれに反応するんだよな。底辺じゃない、ね、レベルの人は、ね、普通にそこに反応しないんだけど、底辺の人間は反応するんだよ。どんぐりの背比べだから。俺は優雅に負けてねえぞって必死にコメント打つんだよな。だからコメントが走る。わかってんだ、すべて、そんなものは。分かっててそういう風に言ってんだよ。もうな、大体な、投げ銭をこじきって言ってる時点が古いんだよ。古いの。投げ銭は投げ銭として、ちゃんとね、収入としてこう申告して確定申告出すわけだよ。な、収入にもかかわらずそれをこじきって言ってること自体が間違いなんだよ。認められない古い人間たちがいつまでも、ね、アンチコメントを打つ材料としてその言葉を使ってるだけだよな。かわいそうに、な、お前らかわいそうって最後にコメントでさ、俺がさ、最後にかわいそうにって言うと聞くよな、結構。そうするとコメントが走るんだよ。何か言った後にかわいそうにって言うと、すげえ必死にコメントが走るんだよな、何秒間後かに。そうそう。わ、だから受けるよね。やっぱ聞く言葉ってのがあるんだろうな。聞いちゃってるんだな、本当はみんなな、そういうところはな。よいしょ。金杯また溶けてたの？マジ？大丈夫なあいつ。金杯が溶けつ。いつも溶けつてんの？金杯？死ぬ覚悟できてないだろ、怖いだろ。自分がどんな形で死ぬか分かんないんだから。いっぱい兵こいつは金梅がいい子ちゃん兵は俺体いや健康じゃないね、立ちくらみがすごい。横になっ てこれトイレ行こうと思ってトイレ行ったりとかすると立ちくらみするもんね。やっぱトイレの前で一回ね、このね、壁に寄りかかんないダメ、くらーっとくる、
とね、栄養失調だと思う、栄養失調。多分栄養失調なんだよ。もうここまで一気にさ、このさ、11ヶ月か。11ヶ月で体重がね、15キロ痩せたからね。ちょうど15キロぐらいだもんね。それはいい。やばいだろ。それこそ納豆でも食ってよ。